はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。ミックスライフの広報ジョニーです。本日はですね、こちら、道の駅、弘前サンフェスタ石川さんで、食材調達の方してみました。今回購入したのはですね、まずこちらですね、ヤーコンですね。こちら、はい、中華風ホタテ、こちら、はい、ホタテの、こちら加工品になりますね。そして、こちら青森ということで天使のホタテですね。ということで今回もより楽しみです。あれ、それでは、あの、なんだ、あそこ、それでは今宵のキャンプ地へ向けて、キャンプ地かい。あ、どうぞどうぞ、はい、どうぞ。キャンプ地へ向けて、はい、せーの、はい、ということでですね、いわきでのイベントを終えて、こちらフェニックスライズショップの方に戻ってまいりました。調達した食材でフェニックスライズで今回は調理してみたいと思います。頑張ります。それでは行きましょう。はい、こちらになります、はい、こちらからじゃあショップの中に行きますよ。今回もキャンプ場じゃないんですね。今回はちょっとこちらで、はい、ちょっとさせていただきます。今回はですね、こんな感じで、フェニックスグリル、そしてコメットをですね、存分にフル活用して、調理してみたいと思います。ではですね、こんな感じで、コメット蓋、本体と、蓋の方をセットしました。こんな感じでですね、取っ手の方を付け替えますと、こちら蓋の方もフライパンとして使うことができます。今回はですね、この特徴を生かして、2つで同時に調理していきます。なるほど。じゃあやってみましょう。はい、じゃあですね、温まったようですので、じゃあいきます。ね、じゃん。お、なかなかいい感じで、下のもクリスピーになってきました。チーズの方もですね、溶けてきましたので、このままちょっと置いておきたいと思います。きんぴらっぽい匂いしてるよ。そうですね、味噌の方にも火が入って非常に香ばしいいい香りになってきました。きんぴらやあこん、きんぴらやあこん、ぜひ皆さんもやってみてください。多分まだ、まあ、まだ食の方はしてないですけども、ぜひこの味噌ディップを使ってですね、非常にご飯にもお酒にも合うんじゃないかと思います。もう時短ですからパパッといっちゃいます。じゃあこちら入れていきます。ちょっと不感彩りが悪いな。はい、全部茶色です。すいません、ちょっと色味が。アルミホイルで包みました。どうなってるでしょうね。失敗か成功か見てみましょうね。よいしょ。でもいい感じに火が通ってると思います。そうです。さあ、はい、こちらのご飯ですね。こちら天使のホタテです。ちょうどいいじゃん、ご飯。いい感じ。うっすらお焦げがついてますね、うん、うまくいきましたね。いやー、なんとか良かったです、うん、あ、それ食ってみ、一口薄けりゃ醤油ぶっかけるから。味見してみたいと思います、うん、いただきます。うんうん、これうまいですね。うん、ホタテの食感がいい感じになってます。だから言ったでしょ、マヨネーズの塩気もちょうどいいですね。だから言ったでしょ、まあ、すいません。私ちょっと半信半疑でございました。
そうですね、ツナマヨのおにぎりのような感じですけれども、非常にですね上品な味で、これうまいなはい、ということでこんな感じで、おかず3品と、混ぜご飯なんとか完成しました。ということで味が気になるところでございますので、早速試食してみたいと思います。そうですね、まずじゃあこの、もぐ味噌で作ったきんぴらからちょっといただいてみます。いただきます。うんうん、やっぱ火通すとすごく甘いですね、うん、あともぐ味噌の辛みがですね非常にいいパンチになってます。ちょっと辛いめが好きな私には非常にちょうどいい味になってると思います。うん、これ美味しいですね。次いきますね。こちら、中華ホタテとヤコンの炒め物ですね。中華ホタテの、塩っ気だけです。ちょっといただいてみます。うんうんうん、いやこのシャキシャキがまたいいですね、うん、もうちょっとあのお酒とか飲む時にはですねオイスターソースの中でちょっと味まとめるといいかもしれません。でもこれも非常にですねこれだけでも十分美味しいです。ということで最後にこちらですね、ガレットの方いただいてみたいと思います。非常にですね焼き目もいい感じについてます。ではいただきます。この豪快にいきます。うんうん、チーズのおかげでいい感じでまとまってます。改めてご飯の方もですねちょっといってみましょう。いただきます。非常に上品なお味です。ホタテがまたですね、食感がいいです。混ぜただけなんですけれども非常にですねこちらも美味しいです。はい、ということで今回は弘前の道の駅で、調達した食材でこのように料理してみました。今回はフェニックスグリルをクッカースタンドにして、調理してみました。お餅の、バーナーに合わせて使い分けすることができます。あとこちらコメントですね、こちら、非常に万能です、炊飯もできるということが今回証明されましたので皆さんもぜひ試してみてください。ということで、高評価およびチャンネル登録、あと、各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。本日の動画は以上です。ありがとうございました。さよなら。これでしょ、腹減ったな